はい、あやちんです。今日はですねピアノの発表会とかを、えっと、YouTube の生配信を使ってした時のメリット ととデメリットについいいてお伝えしたいと思いますえ実はですね私先週末にえうちのピアノ発表会をやったわけなんですけれどもえ無観客でですね YouTube 生配信で行いましたでもしかしたらですね今の時代他のピアノの先生もあのちょっと興味あるなっていう方がいらっしゃるかもしれないということでまああのやってみた 時のまあ、感想ですね。こんなことが良かった、こんなことが悪かったということについてえっ、ー、とご紹介したいと思います。はい、それではですね、えー、まずはデメリットの方から行きたいと思います。えー、まず一つ目デメリット、これはね、もう初期投資が必要です。えっ、ー、とね、YouTube 生配信しようと思ったら、えー、まず、えー、スマホとかで生配信しようと思ったら YouTube の 登録者数が1000人以上じゃなないとダメなんですねで多分これを見ている人先生はおそらく YouTube の、えっと、登録者数1000人以下だと思うのでそうするとまずパソコンで配信しなくちゃいけないということは、まあ、パソコンがまず必要ですそれから、えっと、ピアノから、えー、パソコンに音を送るためのミキサーっていうのが必要なんですね私が買ったのがこれですねヤマハの MG10XUF ってやつなんですけれども、えー ピアノに、えー、これをつないで、えー、ミキサーをつないでミキサーからパソコンの方に音を送るっていうことをします私はですね、えー、クラシック 音楽ではなくてポピュラー音楽をメインに音楽教室してまして、えー、発表会もですね、えー、バンド形式なんですねなのでちょっと普通のピアノ教室とは違うとは思うんですけれども、まあ、なのでね私はそんなに、えー、とーグランドピアノで発表会しなくちゃいけないっていうなんかそういう気持ちがあんまりなくって、まあ、デジタルにはデジタルが合うだろうということでデジタルピアノを買いましたこのねこのピアノ このピアノは、えー、とローランドの RD88 って言うんですけどこれも買いましたねでこれで直で LINE 入力でミキサーの方につないででミキサーからパソコンの方につないでパソコンから YouTube 生配信するという感じで、えー、やりましたその方がねちょっとハウリングとかしなくていいかなと思ってでもしピアノ発表会であの、まあ、ほとんどの先生がグランドピアノの方がいいと思われてると思うんですでグランドピアノだったら、えー、と高音部と低音部にマイクを,を向けてでそのマイ マイクをミキサーの方に通してミキサーから、えー、パソコンの方に送ってパソコンから YouTube の配信という形になるとは思うんですけれどもどちらにせよパソコンとミキサーとグランドピアノの使用だったらマイクやマイクスタンドなどの初期投資が必要になってくると思います。えー、と加えてですね、まあ、そういうもの機材の扱い方というですか使い方もあのかなり あの知識が必要になってきますでこれはもうねあの逆に言うともうチャンスだと思っていて私はもうこの時代オンラインがもう主流になってくると思ったら、まあ、初期投資としてあのこういうものを買って、ね、自分で何回も何回もあの遊んだりしてあの使ってみてあの機会に慣れてくるっていうのはあのこれからの時代必要になってくるのでそう考えるとね 労力も時間もお金もかかりますけれども決して損にはならないかなと思って、えー、いますなで。デメリットというかメリットというか、まあ、最初お金が必要になります。はいえー、じゃあ2つ目ですね、まあ、これも似たような感じですけれども、えー、ダイナミクス系のエフェクトのまあ 勉強というか知識が必要になってきますで、えっ、ー、と YouTube 生配信するにはですね、まあ、YouTube 生配信直接してもいいんだけどエンコードっていうのを使うんですねで、えー、と私は OBS っていうのを使いましたで、えー、とこれはねもう何のこっちゃかわからへんと思うけど本気でやろうと思ったら OBS ってあのエンコードとかで調べるとあのすぐでやり方の出てくるので、えー、とそれを見てねあのやったらいいと思います。ずっとね私よりあの 詳しく書いているサイトが山ののようにありますので,でただですねやっぱピアノ発表会言うたらあのこの画像よりも音がメイン音が綺麗に送れることがすごく大事なのでその OBS の中の、えー、と音をねちょっとこういじくるというか。 音質を良くすするるダイナミククス系のエフェクトがあるんですね例えばコンプとかあのリミッターとかリあの、まあ、右3のところだとエコライザーとかそういうのをちょっといじってあげないとあんまりね綺麗な音で送れないんですよだからその知識とか勉強が必要になってきますでそれはねやっぱり一生懸命調べないとあの YouTube 生配信ってあんまりたくさんの人がしたことしてないですよねえ Zoom とかだったらたくさんの人使ってるけど YouTube 生配信で音楽を 届けるってなったらあんまりたくさんの人がやってないので、えっ、ー、と自分からのネットで調べるなり本を買ったりして勉強する必要があります。だけど、これもまた裏を返せばあのこういうまあの？ PA の知識とかかってもうこれから絶対必要になりますよねオンラインの時代になるので音質のいい,こいいものを配信しようと思ったら必ずこういうダイナミックス系のエフェクトとか必要になってくるし例えば、まあ、レコーディングとか、えー、DTM とかっていう話になったらもう絶対に必要になってくるのでまあね、あのー、ぼち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 ,ぼちあのいじりながら私も本当にねあの <laughs> 教えてくれって言われてもよう分からへんのやけど、まあ、触るうちにあのこのボタン触っ いい音になったわみたいな感じで、あのー、やりましたいろいろこうボタンをいじくるって感じですねであのあ後々ちょっと調べてみたらそういうことやったんかっていう感じでいいと思います。まずはいろいろちょっといじくってみてね自分の理想の音になるようにやってみるとでこれもやっぱり時間と労力とかかってくると思うんですけれども、まあ、勉強するっていうことを考えるとですねあの、まあ、メリットっちゃメリットだと思います。 ははい、では3つ目、えー、ここからはです、ね、ちょっとあの変わりますけれども、えー、個人情報をちょっと、ね、徹底しとかないとやばいかなっていう感じしました。えー、今回はです、ね、限定配信、限定公開で生徒さんのお友達とかあのご家族ですよね、普通のピアノ発表会でも知らせるのってご家族とか友達に知らせたりしますよね。それとと同じようにに限定公開で、えーとうん、生徒さんの、えー、ご家族とお友達に、えー、URL を送って でえっとまあ、見れる人を限定してやったわけなんですけれども例えばですねそのお友達があまりその IT に対してモラルがなかったりするとその友達がまた他の友達に URL を教えちゃうとあのー。 見えれちゃうわけですよねでまたその友達が他の友達に URL を教えちゃったりするとまだ見えちゃうわけですよね。でそうなるとなんかもう限定公開なのか公開なのか分かんなくなってきちゃうのでやっぱりそこはちょっと徹底した方がいいなと思いました。なのでまあ,あの一番初めにご案内する時にお友達やあのご家族に知らせてもいいけどその友達の友達には知らせたりするのはちょっとやめてくださいみたいな感じであのやった方がちょっとねやっぱ生徒さんの顔も見える あと名前とかも分かっちゃうのでだから名前も本名じゃなくて、まあ、ニックネームとか人の名前だけとかの方が、うんとまあ、安全かなっていう感じはしましたそこがちょっとやっぱ徹底しとかないと怖いです、はい、で、えー、と4つ目ですねこれはあの演奏なんですけれども今回ね私のピアノ発表会ではあのいなかったんですけれどももしもですね生徒さんが めっちゃ失敗したとで、まあ、生徒さんのね心がまだまだ成長してなくってでそのまあもう,こ,うこれはもう。 おてんだみたいな人生のおてんだみたいになってもういやもう二度と見たくないとかって思ってるのに YouTube 生配信ってアーカイブで残るんですよねでみんな見たいからやっぱりずっと残しとくじゃないですかそうするともう永遠にこう人目にさらされてしまうってうことを考えるとなんかもうああもう出たくないって思う生徒さんももしかしているんじゃないのかなっていう感じはしました。 でそこもね、えー、ともしあれだったら、まあ、何ヶ月かしたら、まあ、消去するとかそういうのも大事かな、まあ、でもビデ,オのこビデオに残してるのとそんなに変わらないような気もしますけど YouTube ってあの何回再生とかって出,る出ますよね。 それであの生徒さんと生徒さんのご家族とか生徒さんの友達とかが1回か2回見ただけでもう結構500回とかいっちゃうんですよねそうそれをもし失敗した生徒さんが見たら「わっ500回も私の演奏が再生されてしまった」とかって思うと「もう二度とやりたくない」とかっていう子ももしかしているかもしれないなって、まあ、今回なかったんですけれども可能性としてあるかなっていう感じしました。 はい、デメリットはそのくらいかな、えー、デメリットなのかメリットなのかわからないのも何個かありましたけれども、えー、続いてメリットですね、あこれはもう,もう完全にですね、えー、と遠方の人もみんな。 生でで見れるっていうところですよね普通のピアノ発表会だったら遠いところに住んでるおじいちゃんおばあちゃん見れないですけれども、えー、YouTube 生配信だったらスマホがあれば誰でも見れるということで今回ですね、まあ、下は大分県から、えー、上は東京。 の、えー、知り合いの方が見てくださったようです。であとはねカナダからもあの親戚の方が見てくださったという。世界中でねあのつながりのある人が、えー、見ることができるっていうメリットありますよね。でも一つまあも,もちろんもちろんこれは感染の心配がありません。やってる人がね人数が少ないですので、えー、お家であの観客は見ることができるっていうことを考えるとあの今の時代すごく合ってるんじゃないかなと思います。それと。 あと一つですね、えー、と私はチャット機能っていうのを今回使ったんですよね。で、今回ですね、発表会の生配信をしているときに、えー、リアルタイムでですね、見ている人がチャットをすることができるということで、例えばね、拍手代わりにこの拍手の絵文字をたくさん送ってくれたりとか、あとはですね、生徒さんが見ている人たちに向かって、なんかアンケートとか質問とか取ったりしてですね、えー、と例えばですね、あのなんか、あなたは猫派ですか、犬派ですかみたいな <laughs>。 アンケートをあの生徒さんが撮ってで見ている人があの演奏も聴きつつなんか猫派だよとか猫派だけど犬持ってるよとかなんかわって書いてなんかで、えー、と演奏の感想もすごく素敵とかあの大人っぽい演奏ですねとかって書いてでそれが、ね、もうすごく楽しかったと。私たちも あのやってる方もですね、とてもその観客がいないというふうには感じない感想がもうリアルタイムでやってくるっていうのが、めちゃめちゃ楽しかったです。で、それはすごく良かったなと思っています。なのでね、ぜひぜひ使ってみたらどうかなと思います。はい でえー、こんな感じでしょうか。えーまあ、感想としてはですね、もうめちゃめちゃ楽しかったっていうのが <laughs> 感想です。もうあの会場でね、普通の,あのリアルな発表会はもちろんいいですけれども、それと比べるわけじゃなくて、それとは全く別の楽しみ方として、あの無観客、ライブ配信で発表会っていいんじゃないかなと思っています、えー。ぜひぜひですね、また参考にしてみてください。それではまた。